A95分ということでね、やってきたんですけれども、こちらは、円墳やね、縦穴式石室が出たということなんですが、今はもうパッと見は、なくなってしまってます。こんな感じかな。この辺の石はその時の跡なんでしょうか、ちょっと分かりませんが、今はこんな感じでもう墳丘しかわからなくなっております。はい、前山 A17号墳というところに来たんですけども、こちらは明治40年に東京大学の先生が調査されてるんですね。一辺14メートルの方墳ということなんですが、中央に副室がある箱式石棺が配置されてると。で、主室からは日本の直刀で、副室からは昇格付き兜が発見されている。5世紀に築造された宝墳ということなんですけどね。まあ、全体は埋め戻されてるんですが、墳丘がこのように残っております。熊笹だけかなと思ってたんですが、実はこう墳丘に登れるんですね。はい、ご覧ください。こちらが箱式型石棺ですね。主室があって、副室があると。この主室の方に、直刀が2本で、副室の方に昇格型兜があったということでね。あ、いい感じで残ってるやん。宝墳の形もはっきりわかるし、で、石室も箱式石棺かな、ちゃんと残ってますんでね。うん、なかなかいい感じ、はっきりと当時の様子を伺うことができます。